おはようございます。今日はね、またコメダに来てます。で、いつもは頼まないんですけど、なんとなく今日ミニサラダを頼んでみました。ということでね、いただきます。じゃーん。昨日ね、発売になったこのカップヌードルの合体シリーズ、これをね、いろいろ、まあ、4種類出たんですけど、4種類買ってきました。まあ、奥さんの分とね、合わせて2個ずつですけど、どんな味がするのか、まあ、ここら辺とかはね、分かりやすそうな、てか、まあ、基本的にね、どれも分かりやすい味してるんですけど、味のね、組み合わせなんですけど、ちょっとね、楽しみにして、まあ、少しずつですけど食べていきたいと思います。コーヒータイム。今日はね、また奥さん の、あのリクエストでブルーボトルのね、この間買ってきたコーヒー豆になってます。じゃあ蒸らしから。うん、ちょっとね、酸味の効いたね、いい香りがしますね。で、今日はね、なんかね、ここ最近気温がね、まあ、先週の、日曜日ぐらいかな、まあ、この間のね、日曜日ぐらいまではだいぶ暑かったんですけど、まあ、日曜日は気温自体はね、暑くなかったんですけど、なんかムシムシしてね、すごいなんかじっとりとして過ごしにくい陽気だったんですけど、昨日今日とね、だいぶ涼しくなって、で、天気予報だとね、まあ、昨日と今日はね、最高気温が24度、で、部屋の室温とか見るとね、26度とか27度以下ぐらいでね、なってて、結構ね、過ごしやすい陽気になってきましたね。で、明日もちょっとね、天気自体、まあ、雨は降らないらしいんですけど、そんなによくなくて、まあ、今日と同じぐらいの気温っていうことなんで、まあ、だいぶね、やっと涼しくなってきたなっていう感じですね。ただ、今週ね、金曜日ぐらい、金曜日から土曜日とか、週末にかけてね、台風が、なんかね、韓国とか中国の方に抜けようとしていた台風がね、一気に進路を日本側にとって、で、本州の方にね、来るみたいな話になってて、まあ実際には土曜日ぐらいには温帯低気圧に変わってしまうっていう話なんですけど、まあまたね、なんか雨が降ったりとかするとちょっとめんどくさいなと思いつつ、で、雨が降ってね、まあ雨が降るのはまあいいんですけど、その後ね、台風が通り過ぎた後に、まあ、よくないか。台風だからな。台風だとね、まあ、今もう、中国地方とか九州とかね、中国地方の方がもうすでにだいぶ雨が降ってるらしいんですけど、まあ、向こうね、この間大雨があったばっかなんで、なかなかね、ちょっと地盤、まあさすがにね、今だと大丈夫だとは思うんですけど、またね、大水害みたいなのが起きると大変なので、まあそういう風にならないといいなとは思いますけど、まあ、僕はね、まあこっち側は、関東側はね、そんなに被害はないとは思うので、ちょっと心配なのがね、台風一過した後に、またね、暑さがぶり返してきたら嫌だなと。そういう感じですね。まあ暑いのがね、苦手なんで、できればね、はい、できればね、このまんま涼しい環境でね、どんどんね、涼しくなっていってくれたらなと思うんですけど、はい、という感じでね、そういう話をしてたらコーヒー入れ終わりました。はい、じゃあね、いただきたいと思います。前回はね、こっち側のボディっていう方でね、飲んだので、今回はこっちのアロマっていうね、グラスっていうかね、マンカップで飲みたいと思います。うん、美味しい。
香りがすでに美味しい。うん、うん、すっきりしてて美味しいですね。